こんにちは、はるです。今日はですね、母の日企画ということで、私が母に韓国料理を作っていきたいと思います。私の母親ガチの韓国好きで、一人で韓国旅行も行くし、ヒョンビンがめちゃくちゃ好きなんですよ。ヒョンビンが軍隊に入隊するときお見送りに行ったぐらいガチの韓国ファンで、今回はその母に事前にリクエストを聞いてまして、私が前動画で作ったヘムレチムと、あとコルベインソミョン、コルベインムチムかな、今回はそちらの2品を作っていきたいと思います。それではレッツスタート。結構マニアックなもんリクエストしてきてよな。今回は母のリクエストで、あんこう入りのヘムルチムと、あとコルベインムッチムっていう韓国の粒貝のコチュジャンあえですね、そちらをちょっと作っていくんですけど、ちょっとマニアックな韓国料理なので、なかなか食べたことある人とか多くないと思うんですが、作り方は最後に紹介しているので、よかったら動画の最後まで見ていってください。多分韓国ドラマのポジャンマチャのシーンとかでよく出てくる料理なんじゃないかなと思います。というわけで、今回母のリクエストでヘムルチムと、あとコルベインムッチムを作ってみました。で、あとそれに合う飲み物としてホンサム、高麗人参が入ったマッコリと、あとそれを割るザクロス本茶ですねいろんなものを準備しましたということで、どうぞ。エビとイカとムール貝と、あとあんこ、今回はあんこを入れてます。いただきます。味気ですよ。味気も分け。ん、これはあんこなの。大変食べやすいです。続いてコルベインムッチム、これと混ぜて。そうそうそう、めっちゃ辛くない。全然甘酸っぱ、若干辛いぐらいでしょ、うん、多分これもこれも新大久保はあんまり出してる店ないと思う。ちょっとマニアックだから。マッコリを、母の日ということでね、高麗人参のマッコリ飲んだことある？うんうん、はい。苦手だったらするでしょ。高麗人参の香り、ジュースとかで割ってもいいし全然平気、うん、私も飲もう。体には良さそう。そうそう、体にいいから母の日でっていうので高麗人参なのよ、うん、ノーマルじゃなくて。梨ジュースで割るやつやってみる。これすごい美味しいよ。ジュースになった。ジュースになるでしょ、うん、美味しい。そもそもマッコリが美味しくない、うん、これ私グビグビ飲めちゃって、この前さ動画作りながらすごいただただ飲んでたんだよね私フルーツソジュよりマッコリの方が好き、飲みやすいから。え、なんか自分で作って言うのもなんだけど美味しくない本当に。これでも、うん、ないね、こんなの。くるみと、うん、これは黒豆とくるみとアーモンドの。これめっちゃ美味しいね、うん、韓国思い出すね、この匂いが。香りがさ、日本にない香りだよね、うん、最後に食べた韓国料理はみたいなハッシュタグが流行ってて、みんなの携帯の写真フォルダに入ってる最後に韓国で食べた料理の写真を載せるのが流行ってたの。ママ何最後に食べたやつ。私去年の2月だ。何食べたの。なんだろう。しかも一人で行ったからな。カンジャンケジャンだったの、あなたのサインが飾ってある、うん、カンジャンケジャンが韓国ラストのご飯、うん、今までの、うん、で、あなたのサインを取っていいですかサイン取っていいですかってあの社長に聞いて、おいでしょ、売りたるって言った言わないよ。なんで言わないの。言わない。なんで。ネモジュン TV っていう韓国のYouTuber さんがここのカンジャンケジャン食べてて、うん、しかもあなたのサインの目の前で2人で食べてたから、うん、ずっと映ってたずっとあのサインが映ってたと思って、あー YouTuber さんもいっぱい来てますねって言ってたから、うん、もつ丼、うん、え、食べたの、うん、美味しいでしょ、うん、それがまさか最後の韓国の食事になろうとはだよね、うん、続いてザクロス割りで、
私これが一番好き、桜座りじゃん。ジュースでしょ。うん。というわけで今回は母の日企画なので、まあ、リクエストされた韓国料理と、あと高麗人参、健康に気を使って高麗人参のマッコリと、あといろんなジュースで割ったりしてみました。で、購入できるとことかは概要欄に書いておくので、よかったら私の真似してこうやってマッコリとかザクロスで割って美味しく飲んでみてください。多分娘が韓国好きだったら母親も好きとか、母娘で韓国旅行とか行く人多いと思うので、家で、まあ、今外で外食とかもできないと思うので、よかったら家で楽しんでみてください。それではちょっとマニアックな韓国料理、アンコウ入りヘムルチムの作り方を紹介していきたいと思います。まあ、下準備でね、ムール貝とアンコウをきれいに切って、で今回はセリを入れたんですけど、苦手な方は入れなくても大丈夫です。でタレはこんな感じです。私結構目分量でやっちゃってるんですけど、測って作る場合はこんな感じとなっております。でフライパンに豆もやしを敷いて、その上に材料を乗せていきます。そして最後に上にタレを乗っけて蓋を閉めて、弱火でもやしから水気が出てくるまで火を通せば完成です。あとはもうタレにあえて、あと水溶き片栗粉でタレに全体にとろみをつけていくだけなので、本当に簡単なんじゃないかなと思います。家でね、好きなシーフードを使ってやってみてください。他に入れたら美味しいものとか、よく入れるのは明太子とか白子とかですね。あとイカとか入れても美味しいです。続いてはコルベンイムッチムの作り方です。今回私は韓国のコルベンイの缶詰を用意したんですけど、粒貝あったらそれ使って茹でても大丈夫です。玉ねぎ、人参、きゅうり、長ネギを細切りにして、でボウルに全部入れます。ムッチムのタレはこんな感じです。でこうやって作ってるけど、最悪チョコチュジャン、お刺身用のやつとか、あとビビンミョンのソースとかでも大体似てるので大丈夫です。近いものにはなります。というわけで完成したのが今回作ったこちらの2品です。どうですか、すごい簡単だったでしょう。であとこのお皿があると結構雰囲気出るから、このお皿もねちょっと買うことをおすすめします。で後ろにね、マッコリとか黒豆ジュースとか、あとサイダーとか飲み物があった方が雰囲気出るかなって。よかったら皆さんぜひ母の日に真似してやってみてください。韓国旅行気分。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。